は豚くんの一生について、ね、見ていいいてて見きたいと思いますで豚くんの一生はそのあの牛さんみたいにそんな複雑なもんじゃなくて豚くんはもうあのほら肉になるだけなんで割と単純なんですよねじゃあ一旦はいで子豚がいますよと子豚がいてオスだったらまあ間違いなくヒークトン要はこれは肉になる、うんなります で、メスだったら、まあ、育成豚っていうよりは、母豚になりますよと。で、あの、母豚なんですけど、だいね、生まれてから、母豚になる豚はですね、生まれてからだいたい8ヶ月で、初めて、まああの、交尾するとす。後輩。なんか豚さんはなんかね、自然後輩。牛は人工受精。 人工受精が多かったらしいんですけど、なんか、豚さんの場合は、今でもね、あの、自然交配。要は、普通にセックスさせるのが、よくあるみたいなんですよね。はい。で、8ヶ月で交配して、だいたい、豚さんの妊娠期間は、妊娠は4ヶ月かかるんで、まあ、だいたいまあこれ4ヶ月だよね。生後1年で初めて出産と。初出産。で、 生まれてくる子供は大体10匹ぐらい、アベレージ10匹ぐらいのって、なんか多いですよね。多いね。で、ら妊娠期間がまあ4ヶ月っていうから、1年間で3回できるわけですよね。キャパ的には、豚さんのキャパ的には、1年間3回できるんですけど、まあ、それちょっとあまりにもね、豚さんに負荷がかかってしまうんで、まあ、2年で、2年かけて、あのー、5回ぐらい妊娠させる。 でそうすると、まあ、1年間で、20から30匹ぐらい生まれるよと。で、面白いんですけど、豚さんの乳首があるじゃないですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。え、なんでキスなの怖い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 。2、4、6、な。うん。で、大体乳首って7つあるらしいんですけど、こう、秩があって、こう、尻尾ね、こう、子供が生まれるわけじゃないですか。 こうどんどん近い方から取っていくんですって。まあ、これはみんな知っていくか。で、生まれるのが遅いと、それだけね、遠くの乳首を狙わないといけなくなるんで、大変なのよね、子供は。だから、早く生まれたもん勝ち。そう。で、一度決ま、乳首の配置が決まってしまうと、もうそこで固定なんですよ。うん。だからもう、変われない。早い、なんだろう、もう、 手前の乳首に割り込むこともできないっていう、そういう悲しい現実があるわけですよで。そこら辺でやっぱ成長にね、差ができたりするんちゃうかなって僕は思ってます。まあ完全に僕の意見ですけど。で、1.3kg ぐらいで生まれたのが、100kg になるんですけど、100kg になってまあ出荷するんですけど、そんなことより、このね、1.3kg から 100kg になるまでたった6ヶ月しかかかんないっていうのが、 味噌中の味噌だよね。もう熟成されまくってる味噌って感じ。超味噌。で、お肉のことなんですけど、これね、食中毒でめっちゃ有名な、この E 型肝炎のマジ気をつけてね。あの、肉生で食わないように。本当に。やっぱ生、生はダメだね。生は良くないね。生でやっていいことはないね。ほいさ、ほんで、 えーと今からどういう肉を食べてるのかっていう話をするんですけどどういう肉なのかっていうと僕らが普段食べてるのはこの三元豚っていうお肉これどういうお肉かっていうと,、えー、と豚にはいろいろ,いろいろ品種がいるわけですよで品種がいてそれぞれの品種の強みがある例えば繁殖たくさん子供が生まれるとか繁殖能力が高いとかさあなんか余計なところが高いとかあと肉が美味しいとか お肉がうまし。あるいは、お肉がいっぱい取れる。肉の量多し。おこしい。っていう、こう特徴があるじゃないですか。それが、こう雑種強制効果っていう遺伝的に強く子供に現れてくるわけね。スーパーな、スーパーな子供が生まれる。それにさらにまた別の特徴を書き合がせると、その形質を持った、もう、 とんでもないやつがとんでもねえスーパーのやつが生まれるとまあ普通に考えて、まあ、アメリカ日本の血が入ったハーフハーフにこれにまあスウェーデンとかっていう北欧の血をね入れてあげるとそうすると生まれた子供はもうめちゃんこかわいいともうほんと鼻に入れてもみたいな目に入れても痛くないみたいなそういうすげえのが生まれるとそう で、そういうすごい豚さんが、日本のね、自給率を、やべ日本の自給率を、に貢献している、自給率に貢献しているよっていう。で、豚の品種っていうのはこの5種類ぐらいいるんですけど、この農家さんはどの品種を掛け合わせるのかっていうところが、まあ、腕の見せどころっていうか、まあもちろん育て方もそうですけど、まあそういうところで付加価値が変わってくるんで、まあスーパーとかに行って、 大々的に三元豚っていう歌ってるものとかあるちょっと高いものっていうのは、まあ、要はちょっとしたその農家さんの工夫っていうものが現れてるっていう値段になってね、うん、っていう感じですなちょそろそろもう整理が来たんでここで終わりたいと思います